ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん、さあ帰ってきました。はい、テレビ番組の関係者に届け、ジュニアを紹介、ジュニア来るぜ。いやー、本当にこの結構伸びてる動画もありますから、絶対見てくれてるはずですよ。まあ今もうデビュー、ジュニア関係なくいろんな番組、めちゃくちゃ番組出てるじゃない、出まくってるからね。多分このチャンネルのおかげかもしれない。いや、ジャニーズのマネージャーさんの頑張りですよ。でも届く可能性もね、ありますからね。だって所ジャパンに佐野くん出てるって、うん、見たダウンタウンデラックスに出たじゃん、川崎兄弟。出た。やばくない？あれ、えぐくなかった？いや、あれちょっとマジでってなってる。兄弟縛りだったけど、だから僕らも出れたのよ、兄弟だったから。川崎兄弟と兄弟芸人多かったじゃん。ミキも言ってたっけ、ミキと中川圭さん、ね、さんと、あと海原、はい、いや、そもそも芸人、それ吉本があんだけ枠あったら、あそこの枠に、あそこ吉本3組がもうチームとなってブワーボケまくってたから、うん、いや、あそこで結果残すのが相当大変。ついね、あれは大変、見ててすごい経験できたと思うよ。いや、でも奮闘してましたよ。素晴らしい、はい、あれは素晴らしいよ、はい、いや、よくできたと思う。あのメンバーだったらきついわ、自分たちもどうしていいか分からない。もうちょっとビビるね。あれはビビるビビるビビるから、前もって前室で仲いいチームに入れてたんで、多分喋りかけると。あ、中川さんは結構番組何度もなってるんで。そうなんですね。でもね、あんまり喋ったことない、ね、したことないからね。あとプレバトとかに中村玲也くん、ああいいね、だからもうやっぱりこの絵が得意だから絵描いたりとかでね、うん、呼ばれたりとか、もう関係ないですから。クイズ番組とかでガンガン出てるでしょ、はい、今ここを通して、うん、もしかしたらまたこう広がる可能性もありますからね。結構拡散してくれた人多いですから、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、注目していただいて、はい、番組スタッフに届くように皆さん拡散していただければと思います、ね、はい、はい、じゃあ今日は何の番組からでしょうか、ね、これちょっとハードル厳しいかな、うん、言ったら奇跡ですけど、言ったら奇跡、はい、笑点でございます。笑点、あのあれですよ、あの24時間テレビとかのあの時が出たりとか、 あんなんじゃないです。あ、じゃないって、あの女優さんが出てやってて、出る出る出てる出てる、あんなんじゃない、もう通常回。これ出たら奇跡。あー、でもあれか、あー、分かった。いい、当てちゃっていい、いいよ。あれじゃ、そのネタのコーナーで、おー、で、だから通湯とか、うん、フォーユーなの、おつゆとか、おつゆとか、いや、ま、M1 出てるんですよね、フォーユーが、人間に分かれて、うん、はい、その漫才 M1 出て何回戦か行ったりとかしてるんで、はい、ってことだ。まず半分正解、そこも出てもらいたい、うん、それも僕の中の候補の中の人なんだけど、うん、もう一組いるんですね。もう一組はムロ君、ムロリュウタ君。好きだな。リチャード、あー、市原丈一郎君。おー、うん、はいはいはい、はい、3組でちょっと漫才を。なるほどね、あれね、え、普通のあの形やってもらいたいってことだね、リモートの。いや、まあ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 、まあ、そうだね、リモートで普通に漫才勝負させるって、うん、じゃあ芸人出してよと思っちゃう、ね、リモート漫才ってやっぱあの3人の、うん、ね、この時期のならではの漫才じゃない、うん、あれを逆にやるのもありかも、やっぱね、普通にありかもしれない。やっぱね、若い子たちがジャニーズ好き、これ当たり前じゃない、うん、これね、結構年齢層高い方にもこんな子がいるんだって知ってもらいたいというので、うん、ちょっとね、出てもらった、こんな面白い方いるんだ、でもこのご時世に合った漫才の仕方というね、うん、これができたらちょっと幅が相当広がるんじゃないかな。はあ、なんか最初はと思ったけど、あ、それはちょっと あるんだな、うん、面白いな、ね、まあ、さすがにね、あの大喜利の方はさかなは出れない。あれはちょっとがっつりがっつり落語協会に入ってもらわないと申し訳ないと思った。進めれない、進めれない、あそこはね。でも、あの山田君のポジションだったらいける。いや、いけないよ。あそこは大切よ、もう大先輩よ、ね、ずっとるよ、ずっとるし。これ失敗しますショータ、これちょっと厳しいかも。ちょっと面白かったな。はい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 、ね、あとね、もう一つね、はい、モニタリングです。モニタリング、モニタリング、モニタリング過去やんなかったかな。あ、でもまあドッキリだしね、いろいろあるから、うん、モニタリングに出てもらいたい方がいる。みんな出てもらいたいけど、ドッキリ仕掛けてほしい。もう言いましょうか、うん、くぼれんくんです。少年忍者、意外だった。もっと
お兄さんかと思ってた。変なイタザーしかけられて、わーなんか怖いタクシーのでビビるとか、あ仕掛けられる方法でお兄さんかなと思った、うん、久保蓮君僕が出てもらいたいのが、うん、もうこれね、なかなかちょっと難しいけど、あの原西ゴリラっていう企画があるんです。動物園のね、ゴリラの着ぐるみ原西さんが来てリアルに動いて、そうそうそう、ただ結局踊り出したりするやつ、そう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 、あれでね、子供がいてもいいんじゃないかな。原西ゴリラに実は子供がいて、久保蓮君、そこに久保蓮君入ってる。確かに動きも踊れるし、で可愛い、可愛い、カッペする、可愛い、動きも可愛くできるし、そういうことできて、何可愛いと思って急に踊り出すっていう、あれもよくね、あのこの間大泉洋さん、チーアンの名前言ってたじゃん、大泉洋さんが出た時に、そのファンの人と1分だっけ、喋、うん、れるみたいな、ぐるーって回る、でそのファンの人が大泉さん見て腰抜かして、ジャガーズもチーアンじゃないですよねみたいな。そう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 、チーアンじゃない、チーアンじゃない、チーアン似てないから。あれみたいに、あのコーナーに久保蓮君出て、うん、今の久保蓮君を一対一でこの距離で見えるってないじゃない、そんな機会。いや、まあ、ないね。このお宝の時代をしっかり独り占めできるっていうのを誰かに与えてあげたいな。あ、でもだったらもうちょっとハードル、まあまあまあそうだね、応募がすごいから、うん、それもしやるんだったら、還暦すぎた方の久保蓮君ファンだったらある。ああなるほどね、ですね。いやでもまあまあまあちょっと面白い、ね、もうお小遣いあげちゃったりして1分以内にお小遣いはい現金を。なんだろう、やっぱりこの企画想像だけで喋ってるんじゃなくて、意外とあこれあるなっていうのが出ると面白いよね。ね、あとね、もう一個番組がありまして、もう一個、はい、行きましょう。あの僕はあんまり毎回は見ないんですけど、たまに見るんですけれど、突然占ってもいいですか。ああ面白い、わあれめっちゃ出たい、あれあれね、木村拓哉さんとかさ、うん、あとセクシーゾーンの、そう、あれのそうちゃんの回もね、泣けたでしょ、めっちゃ泣けたのよ、もう、ね、そうちゃんが入ってこなかったら解散してたかもしれないとか、そう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 、あれでそうちゃんが一人で今後なんかいろいろでっかいことやっていくみたいな話、いやもうあれめっちゃ良かった、あー出てほしい、ジャニーズ出てほしい、あれ出てほしい、僕誰よ、この人占ってもらいたいんですよ、宮近海斗君です。うおー、ちょっといいよ、見たい、いや見たいよ、もうね、いやほんと支えてるしね、もう関東を今こう引っ張ってってる、うん、タルシジャパン、もうタルシジャパンだな、もう全員だ、あーな、そっちの方がいいだ、タルシジャパン全員だ、全員でね、全員で宮近海斗くんが占われてるって発言したところを周りのリアクション聞きたい、そう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 、うわってるみたいになるとか、もうね、もう長いですから、うん、長くてこう頑張ってきてて、ね、いろんな時代を経て今ね、こうやって頑張って引っ張ってるわけ、頑張ってきて、こっからさらに次にワンステップ行くためのアドバイスをちょっともらって、よりもう輝いてほしいっていう、今後ねこういう仕事が舞い込んできますとか、うん、はあ、ちょっと泣くな、多分絶対お涙会になるな、それは。いやー聞きたいでしょ、あの多分ね、ジャニーズに入っていろいろこうドラマもやったりとかもいろいろやったり、舞台とかも今ね活躍して頑張ってますけど、もうね、でその時の苦労の話とかも聞きたいのよ、うん、そうだね、うん、あの番組だからこそ聞ける、ちょっと聞ける深い話とかを聞いて、そうだ、ね、だから僕らね、マジック時代の話とかも聞きたいもん、もう言ってたでしょ、あのマジック時代の話、別の YouTube のやつなんですけど、もしね TravisJapan でこうデビューしたでなったら多分もう泣いちゃうねって言って、泣く泣くよねっていう話、もう俺もその今勝手に番組見終わったテンションだから、感動した、いい回だったなってなってるでしょ、いや本当に 見てくれてないからスタッフさん、ぜひ皆さん、はい、せーの、拡散拡散してもらう、中野くん、ね、昔の中野くんに拡散、ね、ぜひお願いします、ってもいや、届け、叶えよう、みんなで叶えよう、ねえ、うん、これ出てもらいたい、結構他にもね、ジャニーズの方とかいっぱい出てもらいたいな、あの番組とか、ね、うん、出てもらいたいね、ねえ、面白かった、素敵です。ただ僕ね、あの占い系でね、一回私オーラ見れるんですっていう方と会って、うん、プライベートでね、うんうん、で、え、オーラ見れるんですか、はい見えます、え、見てもらっていいですかって言って、こう
あなたのオーラは黄土色ですって言われて、そこから僕なんかね、あんまり信じなかった。それは人それぞれ。いいことを信じる人、悪いことを信じて気をつけようと思う人。それは人それぞれだから。もう絶対スターじゃないじゃん、そんな黄土色。いや、金だったんだよ。金が、いやいやいや、その人ちょっと目やりすごかったから黄土色に見えたのかもしれない。はい、いやでもありがとうございます、はい、いいですね、いろんな番組にぜひね、うん、ジャニーズの活躍を広めていきましょう、はい、行きましょう、はい、我々できるね、こんなビビったる応援ですけどもね、はい、どっかで力になればいいなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。というわけでお送りしました、勝手にジュニアを紹介でした。バイバーイ、バイバーイ。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。